ワイアンドット族、ウェンダット族、またはヒューロン族は北アメリカの先住民族。彼らは伝統的に色濃い語族のワイアンドット語を話した。1720年代に初めてヨーロッパ人の探検家、公益商人と接触した時の部族の人口は3万人以上と考えられている。上の地図のうち青色で着色されているのがオンタリオ湖のジョージア湾。 ここでヒューロン族はフランス人と出会った。ヒューロン族の領域はセントローレンス川源流部よりやや下流、オンタリオ港北岸の内の3、4からニュートラル族の領域との境まで広がっていた。さらに1649年にビーバー戦争でニュートラル族を倒しジョージア湾周辺を包むように領域が広がった。 ジョージアン周辺は彼らの領域の中心地となった。15世紀まで異文化に触れる前のワイアンドット族は現在のオンタリオコの北岸に暮らしていた。その後1615年に初めてフランス人の探検家サミュエル・ド・シャンプランに出会った。現代のワイアンドット族は17世紀後半にウェンダット連合タイオノンタッティ族の残存者と合流したことで出現した。彼らは カナダのオンタリオ州南部、ジョージア湾周辺で暮らしていた。1634年以降、薬病の蔓延によって人口が激減し、1649年にニューヨーク州を拠点としていた色濃い連邦との戦いに敗れ、散り散りになった。今日、ワイアンドット族は、ファーストネーションとしてカナダのケベック州に居留地がある。アメリカ合衆国にも3つの主要な存諾があり、 そのうち二つは自立して統治されており、連邦政府にも認知されている。それぞれのグループは異なった発展を遂げてきたために、彼らは異なる Y&G を話す。Y&G 族の集団初期の学説では、Y&G 族は、セントローレンス側の警告に起源があり、モントリオール周辺に存在していたというものもいれば、セントローレンス色コイ族に関係があるというものもいた。 近年の調査により、ワイアンドット族とセントローレンスイロコイ族には、歴史的につながりがあったことが言語学的、考古学的に裏付けられた。1975年と1978年に、考古学者が15世紀のワイアンドット族の大きな、村落を発掘した。現在は、ドレーパーサイトと呼ばれ、オンタリオ湖近くのピカリング市にある。2003年にはそこから5キロメートル離れた、 ウィッチ・チャーチイコール・スタウフ・ビルでより大きな村落が発見され、マントルサイトと呼ばれている。いずれも周りを先の尖った柵で囲まれている。マントルサイトには70以上の家族が暮らすロングハウスがあった。17世紀初め、彼らはウェンダットと自称していた。その意味するところは半島の住人や島民である。ウェンダットの歴史的な領域はジョージア湾と シム候補によって三つに区切られている。初期のフランス人探検家は彼ら先住民をヒューロン、またはフレンチヒューロン、フレなどと呼んだ。言い伝えによると彼らフランス人はウェンダットの戦士のゴワゴワした髪型がイノシシに似ていると考えたようである。しかし、このネガティブな語源はフランス人探検家や毛皮交易商人が受けた。 良い色恋族という姿勢には矛盾している。それに代わる語源は、アルゴンキン語のロノン、または、エリ・ロノンである。フランス語では、ヒライ・ロノンのように発音され、最終的にハーオンと縮まり、現在の形であるヒューロンと綴られるようになった。他に語源として可能性があるのは、アルゴンキン語のカ、ロン、ツロンなどが考えられる。ウェンダットは単一の部族ではなく、 四つまたはそれ以上の部族の連合で、それぞれの言語には相互理解可能性があった。伝承によれば、ウェンダット連合は、アティニア・アントンズとアティニナンナ・ハックスが主導し、15世紀に連合を形成した。1590年頃には、アレンダー・ホネンズ、1610年頃には、タンタン・ラッツが加わった。オンタリオ州、エルムベール近くにあったオッソッサネには、 ウェンダットの最も大きな集落と連合の本拠地があった。彼らは伝統的な領地をウェンドッキーと呼んでいた。連合と密接な関係があったタイオノンタッティ族はフランス人からはピトゥンと呼ばれていた。ピトゥンはフランス語でタバコを意味し、彼らがそれを栽培していたことから名付けられた。彼らは遥か南側で生活しており、ディアーとウルフズの二つのグループに分かれていた。 彼らが後に y トの中核部分を成すことを考えると、彼らもまたウェンダットと自称していたかもしれない。結核はヒューロン族のフード病であった。空気がこもり、煙の多いロングハウスでの住環境はそれを悪化させた。それでもヒューロン族の人々は大して健康であった。イエズスカイはヒューロン族は自然治癒力を効果的に用いていたと記し、 我々よりも健康だと評した。ヒューロン族の国における長い旅、ガブリエル・サガールが1632年ヒューロン族についての記述で最も古いものは16世紀に北アメリカを旅した人物によるものでフランス語で書かれている。ヨーロッパ人についての情報、特に17世紀前半にセントローレンス川を探検したサミュエル・ド・サンプランについては ヒューロン族にも届いた。ヨーロッパ人に会いに行く決心をしたヒューロン族もいた。1639年に書かれたイエズスカイ通信はヒューロン族を次のように描写している。彼らはがっしりとしており、フランス人よりもかなり身長が高い。身にまとっているのはビーバーの毛皮だけで、肩からマントのような形で着ている。冬には靴やレギンスを履く。 タバコを入れる袋は隠されていて、手にはパイプを持っている。首や腕にはビーズのネックレスや磁気のブレスレットを巻いている。耳飾りや髪留めにしているものもいる。髪や顔には油を塗っている。顔には赤や黒の筋状のペイントが施されている。ジェスイット、フランソワ・ジュペロンヨーロッパ人と接触した時点でのヒューロン族の人口は2万人から4万人と推計される。 1634年から1640年にかけてヒューロン族はユーラシア大陸から持ち込まれたマシン、天然痘など彼らが免疫を持たない感染症によって壊滅した。疫学的検知では天然痘がフード病であったフランス、イングランド、オランダから多くの子供やその家族が移民としてが新世界に来た1634年に流行が始まったことを示している。 歴史学者はこれらの病気が子供からヒューロン族、さらに他の部族へと広がっていったと考えている。ヒューロン族の村の多くは放棄された。約半分から3分の2の人々が伝染病によって死亡した。人口は約1万2000人まで減少した。フランス人がやってくる前、ヒューロン族は南方の色濃い連邦と対立関係にあった。16世紀後半までは、 数千人のヒューロン族が現在のウェストバージニア州中央部のカナワガ流域で生活していた。しかし、色濃い連邦に追われ、ビーバーの毛皮交易のための両場を確保するために17世紀には現在のニューヨーク州に侵入した。ヨーロッパ人の勢力がひとたび毛皮交易に関わると、毛皮交易を支配するために部族間の対立がかなり激しくなった。フランス人は、 当時最も公益において進歩していたヒューロン族と同盟を結んだ。イロコイ連邦はニューヨーク植民地のオールバニアモホーク川流域のオランダ人やイギリス人と同盟を結ぶ傾向にあった。ヒューロン族の離散ヨーロッパの武器や毛皮公益の導入によって部族間の対立や武力衝突は激しさを増した。イロコイ連邦はニューヨークのオランダ人公益者から 毛皮と交換して、容易に銃器を手に入れることができた。一方、ウェンダット族が、カナダのフランス人交易者から銃器を手に入れるためには、キリスト教を信仰する必要があった。それゆえ、1649年5月16日に、色濃い連邦の戦士約1000人が侵入した時には、ナス術がなかった。サンイニャスやサンルイの村は焼かれ、約300人が殺された。 色恋連邦はイエズス会の伝道者も多く殺した。殺害された彼らは北アメリカの殉教者としての名誉を受けている。生き残ったイエズス会のメンバーは伝道所を放棄した後略奪を防ぐために燃やした。色恋連邦の襲撃によってヒューロン族は大きな打撃を受けた。百四十九年五月一日、ヒューロン族は蓄えを奪われるのを防ぐために十五の 村々を燃やし難民として周辺の部族から逃げ出した。約1万人がガホエンドへ逃れた。島に逃れた者の,の多くは冬を越せず逃が死し,した。苦しい冬を過ごした後、生き残ったヒューロン族はケベックシティの近くに移動した。1649年秋の色濃い連邦の襲撃で生き残ったタイオノンタッティ族に加わったヒューロン族もいた。 彼らは、ミシガン湖の上流側に逃れ、最初は、グリーンベイに、ついで、前切り巻きの王に落ち着いた。1760年9月5日、モントリオールで、イギリスの巡将ジェームズ・マレーは、ロレットに住んでいた、ワイアンドット族の宗長と平和友好条約を、結んだ。以下はその条約の内容である。ヘラジカを呼ぶワイアンドット族のハンター。コルネリス・クリーゴフ。 1868年頃17世紀後半、ヒューロン族とピトゥーンが合流し、ワイアンドット族として知られるようになった。ワイアンドットという名前は、ウェンダットが変化したもので、模倣句語でタバコを意味する、言葉のフランス語への音訳に関連がある。西へ移動したワイアンドット族は、オハイオ州やミシガン州南部で再形成された。1782年8月、 ワイアンドット族は、イギリスの軍人サイモン・ガウティの部隊に加わり、8月15日から19日に、かけて、ブライアンズ・ステーションで包囲した。しかし、そこに、ダニエル・ブーンに率いられた、ケンタッキーの民兵隊が近づいていることを知り、撤退した。ワイアンドット族は、高い場所に構え、ブーンの部隊を包囲した。北西インディアン戦争が行われた間、ワイアンドット族は、 イギリスと共にアメリカと戦った。タルエ州長の主導の下1795年にグリーンビル条約に調印した。1807年、オタワ族、ポタワトミ族、オジブワ族の三部族と共に、デトロイト条約に調印し、土地の割上をした。蒸気部族とミシガン巡州との間で締結された条約の内容は、現在のミシガン州南東部、 オハイオ州のモーメイ川付近の一部分の領域をアメリカ合衆国へ活用するというものであった。各部族は領域内のわずかな土地を保持することを許された。1840年代、生き残ったワイアンドット族の大半は連邦政府の方針のもとカンザスのインディアン巡州へ移住させられた。ワイアンドット族はオハイオ州の土地をもとに受け取った基金を使い、 現在のワイアンドット群に2万3000エーカーの土地をレナペから4万6080ドルで購入した。レナペはワイアンドット族がオハイオ州にいた時のもてなしに感謝していた。購入した土地はカンザス川とミズーリ川の合流点付近のほぼ正方形の区画であった。1853年6月、ワイアンドット族の州長ビッグタートルはオハイオステートジャーナルに 部族の最近の状況について手紙を書いた。y ト族は1845年に土地代として約12万7千ドルを受け取った。1850年の春に州庁が土地を政府に返還した。売却代金のうち10万ドルを5%国債に投資した。カンザスに移動してから y ト族は2校の安息日学校と良い図書館を手に入れた。 彼らは禁止運動団体の一派を組織することを進めており、かなり大きな禁止協会を奉仕していた。ビッグタートルは、ワイアンドット族は、アーカンソー州より、北側のどの部族よりも倹約していると述べた。彼の記述によれば、ワイアンドット族は、満足しており、幸せであり、オハイオ州にいた時よりも良い生活状況を、享受していた。1855年までに、 ワイアンドット族の人口は600人から700人まで減少した。同年8月14日、ワイアンドット族は州長を選出した。ミズーリーリパブリカン氏のカンザス州の特派員は、州長選出の審判には仲間からの信任を得た3人の者が当たったと報告した。ワイアンドット族はカンザス州の政治において重要な役割を果たした。 1853年7月26日、ウィリアム・ウォーカーは、ネブラスカ準州の知事に選出された。ウォーカーらは、カンザスが大陸横断鉄道のルートとなるように推進した。連邦政府は、ウォーカーの選出を認めなかったが、政治活動によって、連邦政府は、カンザス州、ネブラスカ州の創設を認めるカンザス・ネブラスカ法を可決するように促された。 1855年10月のニューヨークタイムズの記事ではワイアンドット族は自由と報じられた。南北戦争後の1867年、中西部からオクラホマへ移動した者がいた。今日、4000人以上のワイアンドット族がカンザス州東部とオクラホマ州で暮らしている。マーガレット・グレイアイズ・ソロモンは、オハイオ州が起源のワイアンドット族としては、 最後の人物でマザー・ソロモンとしても知られている。彼女はジョング・レイ・アイズ州長の娘で1816年に生まれ1843年にオハイオ州を旅立った。彼女は1890年8月17日、オハイオ州アッパーサンダスキーの集落で亡くなった。オハイオ州に住んでいた最後のワイ・アンドット族はビルムースであった。1907年から 考古学的な発掘調査がジョージア湾付近のイエズス会の伝道所で行われている。その後、伝道所はカトリック教会のカナダでの殉教者を祀っている殉教者聖堂に隣接した場所にサントマリー・アマング・ザ・ヒューロンズとして再建された。1940年代には入植者がネイティブアメリカンの領域に侵入しないという約束を 破ったことに対して様々な部族が苦情を申し立てた、結果、8億ドルが割り当てられた。ワイアンドト族の居留地は1830年のインディアン移住法に基づいている。この法律により、ネイティブアメリカンは、ミシシッピ側より西側に移動する必要に迫られた。当初、ワイアンドト族には1エーカーにつき75セントが支払われた。1985年2月、 連邦政府は、ワイアンドット族の子孫に550万ドルを支払うことに同意した。この決定により、143年前の1842年に、部族のオハイオ州の土地を適正価格以下で売却することを強いられた条約が解決された。インディアン事務局の報道官は、ワイアンドット族の子孫だと証明されたカンザス州とオクラホマ州の3600人に対し、 1985年7月に一人、あたり1600ドルが支払われると発表した。1999年8月27日、ケベック州、カンザス州、オクラホマ州、ミシガン州の広範囲にわたる、ワイアンドット族のバンドは、彼らの歴史的な故郷である、オンタリオ州ミッドランドで一堂に会した。彼らは、ウェンダット連合を正式に再構築した。 オクラホマ州のワイアンドットネーションの部族国旗アメリカ国内では以下一つが連邦政府に認識されている。カナダ国内では以下一つがファーストネーションである。上記とは別に二つのグループが連邦政府には認識されていないがワイアンドット族を自称している。ワイアンドットネーション・オブ・カンザスとワイアンドットネーション・オブ・オクラホマの間でカンザスシティのヒューロン墓地をめぐって 皇帝闘争が続いている。このことは一世紀以上にわたって争点となっている。インディアンの移住に伴ういざこざがあったために、その場所は連邦政府に認識されている、ワイアンドットネーション・オブ・オクラホマの法的管理のもとにある状態が続いている。彼らは人々の利益のために再開発することに関心があると表明してきた。カンザスのワイドット族は、 このような提案に強く反対しており、再開発には彼らの直接の祖先の多くを含む遺骨の収容が必要だとしている。1998年、二つのグループは最終的に墓地を宗教的、文化的に保存し、神聖な歴史にふさわしい使い方をすることに同意した。他の色恋語族の人々と同じように、Y& 族は農耕民族で、 狩猟や釣りで食べ物を補っていた。女たちは、トウモロコシ、カボチャ、豆のいわゆる三姉妹を部族の食べ物の柱として工作し、それに男たちが取ってきた魚を加えて補った。男たちは鹿などの動物の狩りもしていた。女たちは作物の植え付け、工作のほとんどを行い、畑を作るような重労働は男たちも手伝った。畑を作る際には、 しばしば焼き畑農業による方法が取られた。男たちは、魚老や狩り、住居やカヌー、道具類の製作のほとんどを行った。それぞれの家族には自分たちで耕す畑があり、家族が畑を使わなくなった時には、部族の共有資源に戻された。ワイアンドット族は1から10エーカーほどの広さの村に、暮らし、その大半は、外敵の攻撃から守るために防御が固められていた。 他の色濃い族と同じように、彼らはロングハウスに住んでいた。彼らの典型的な村は30から40のロングハウスから構成され、900人から1600人が暮らしていた。村は約10年ごとに場所が移された。というのも、土壌や彼らが焚き着を得ていた森が次第に痩せ衰えてしまうからである。ヒューロン族は近隣のピトゥンやニュートラル族との とりわけタバコの交易に携わってきた。Y&T 族の生活様式は実際には性別によってかなりの差があった。男たちの役割はほとんどの社会で明白でハンターとして獲物を探して人々に食べさせた。女性は部族において他のすべての役割を担っていて衣服を作り男たちが持ち帰った獲物を料理し子供の世話もした。 女にとって妊娠は困難であった。女は妊娠する時の小屋に閉じこもり、母と祖母のみが陣痛の時にどのような状態であるかを見ることができた。妊娠した女は他の女に助けてもらったが、そのまま男は何事もないかのように日々を過ごした。男の子が生まれるよりも女の子が生まれる方がより喜ばれた。子供が成長するにつれ徐々に 社会的な役割も大きくなる。男女とも大人から後に部族を助けるための物事のやり方を学ぶ。例えば、少女は人形の服の作り方を教わるが、これは本物の衣服の作り方を学ぶことにつながる。一方で、少年は与えられた小型の弓でごく小さな獲物を狩る練習をする。子供たちは小さい頃から社会に対等に組み込まれる。 子供たちには年齢に基づいて小さな役割が与えられる。小さな男の子は男たちの狩りについていき、狩りのやり方を直接体験する。彼は狩りの時に何をするべきかのヒントを得て大人になって狩りに参加するための経験を積む。女の子も同様である。彼女らは部族の女たちの日々の活動を観察し、それを小さなスケールで真似る。例えば、 上日の人形の洋服を作るようなことが挙げられる。ありがとうございます。